この世界のメス魔物は全部ご主人様の最強チンポ様にお仕えする雑魚オナホアナにしちゃってください。嘘だ、こんなどうしたの君、この辺りでは最強の女騎士なんでしょ。もっと楽しませてよね。この動きが見えない。遅いし、その動き。あくびが出ちゃうって。人間最強って、やっぱりその程度？じゃ、もう終わりでいいよ。の勝ち、勝ちだ。やっぱり人間は弱い、弱すぎるな。当たり前でしょ。人間みたいな弱い種族が誇り高い獣族最強の僕にかなうわけないし、この草原の支配者は僕なの。負け犬人間はどこか消えちゃって。は？誰？僕にふざけた口叩くやつは。何なのお前、生意気な人間。え、それお前が連れてるのって。ケルちゃん、お久しぶり。街を縄張りにしているリリム。どうして、僕でもちょっと苦戦するくらい強いお前が。それに、その格好、恥ずかしすぎるし、隠しなさいよ、兵隊。いくら今だからって、ありえなさすぎ。吸い取るだけの餌だと思っていたリリムは、今はご主人様のオナホペットなの。今のくせに今までチンポを知らなかった。最底辺クソザコマンコをあっさり負けさせられてオナホペットにしてもらったの。あのリリムが、まさか本当に、そんな。
それで調子乗ってるんだ、お前。僕たち誇り高い獣族をリリムみたいな口先だけの弱っちいやつと一緒にしないでほしいんだけど。そうだそうだ、ボス、やっちゃえ。当然でしょ。というか、人間なんかどんな勝負でも相手にならないよ。いいよ、面白い。一応、リリムを倒したほどの人間なんだし、少しは遊べそうだよね。さあ、どこまでついてこれる？ほらほら！ご主人様チンポ、まだ勃起してる。お掃除お掃除、僕のお口マンコにご命令して。ねえ、いいでしょ、ね、ね。あん、ケルちゃんずるい。リリムの方がご主人様のオナホペットとして先輩なのに。ご主人様、次はリリムのおマンコ使っていっぱい射精してください。お口もマンコもケツマンコだって準備できてます。